イグナーツ・ビクタ、ただいま参上しました。うん、入りたまえ。お邪魔します。いや、そこは失礼しますだろう。そうですよね。イグナーツ君、爵位を継いだとはいえ、君と僕が友であることは変わりないのだ。そうかしこまられると、むしろ僕が困る。これまで通り接してくれたまえ。じゃあそうさせてもらいます。それで僕に何か。ああ、グロスタール領内に元傭兵だという盗賊団が出没している件は知っているか。ええ、噂は耳にしています。だいぶ前からいるようですね。以前から根城を探らせていたのだが、ようやく発見したとの報告が入った。それで改めて調べてみたのだが、彼らはかつて父が雇っていた傭兵団らしいのだ。エルヴィン様が？それが今はなぜか盗賊になり下がり、悪事を働いている。なんでそんなことに？そこまではわからん。父にも問い合わせてはみたのだが、今父は僕の配偶者候補のことが一番の関心事のようでね。何を聞いても話題をすげ替えられて要領を得ないのだよ。それは困りましたね。とにかく盗賊どもは放置できない。父と関わりがあったならばなおさらだ。僕自ら討伐に行こうと思うのだが、イグナーツ君も付き合ってもらえるかね。もちろんです。僕はグロスタール家の騎士でもありますからね。しかし僕と君だけというのも心もとない。助っ人を呼んでおいた。ああ、ローレンツ君、呼ばれたから来てやったぞ。ラファエル君、僕は伯爵になったのだ。少しは口の利き方を改めたらどうだね。おめえが何になろうと、おでたちは友達だろ。伯爵になると友達じゃなくなんのか。いや、そんなことはないが。それで何か用があって呼んだんだろ。俺たちも忙しいんだ。手短に頼むよ。君の口の利き方、いや、もう言うまい。実は領内の賊討伐に協力してもらいたい。なんだ、そんなことか。いいぞ。あっさりしているな。いや、持つべきものは友と言うべきか。おめえとイグナーツだけじゃ頼りねえもんな。君は少し歯に絹を着せたらどうかね。我々だけでも十分だが、万全を期したいのだ。盗賊どもは元は傭兵団というなかなかに手強い連中らしいのでね。元傭兵の盗賊か。まあそういう手合いもいるよな。父に関わりのあった連中のようでな。討伐のついでにその事情を探りたいのだ。まあ任せとけ。戦って勝てばなんとなく事情もわかるだろう。どういう理屈だ。まあそうするしかないのだが、とにかく領民に被害が出ている以上、事態は一刻を争う。準備ができ次第出発したい。みんな頼んだぞ。ローレンツ君、礼は肉でいいぞ。分かった、約束しよう。
剣盗賊ども、この僕ローレンツ・ヘルマン・グロスタールが成敗に来たぞ。そんな丁寧に名乗らなくてもこっそり近づけば奇襲もできたってのに。小細工は無用、グロスタール家の当主として堂々と戦うまでだ。まずは根城の外にいる賊どもを片付けるぞ。我が領内で勝手な真似をさせるものか。これが妖精だ。その身に刻んどけ。ローレンツ君は無理しねえで後ろで見ててもいいんだぞ。いらぬ気遣いはやめてくれたまえ。盗賊ごとき遅れを取る僕ではない。そういえばこの近くでしたよね、先々代のリーガン校が亡くなられた。その身に刻んどけ。確かにそうだったかもしれない。まさかこの者たちにも関わりが。背中任せていいか。君、相手は元傭兵だ。知った顔の一人や二人いないの。そう都合よく顔見知りがいるかって。外の敵はあらかた片付いたが、今こそ根城に攻め入るのだ。我が領民を脅かす盗賊とも、ローレンツ・ヘルマン・グロスタールが相手になろう。グロスタールだぞ。ずるい、何度も潰されてたまるかよ。加勢しよう。逃がしたらまた悪さをするんだろ。残らずとっちめてやらねえとな。連携するぞ。この僕に合わせてくれとは。はい、二人で決めつけるぞ。お前らの負けだ。俺の父ちゃんと母ちゃんもこの辺りで死んだんだ。これならうまくいくはずです。覚悟を決めて。よし、いっと。まあ昔のことだけどよ。君のご両親、確か商人だったな。ああ、前の前のリーガン校と一緒に出かけて、この辺りで魔物も襲われたんだ。この僕に合わせてくれたまえ。二人で決めつまるぞ。お前らの負けだ。父が彼らを雇っていた当時、この辺りでは魔物の被害が頻発していた。この僕に合わせてくれたまえ。はい、二人で決めつまるぞ。お前らの負けだ。
魔物に襲われ先々代のリーガン公とラファエル君のご両親は。ローレンス君、ぼーっとしてると俗にぶっ飛ばされちまうぞ。まあそうだ、今はこの戦いに集中しなくては。よし、もう逃げ出そうとしてる族はいねえみてえだぞ。正面からは逃げられねえ、裏道を使え。敵の動きが怪しい、向こうに逃げ道ではあるのか。腕の筋、これならうまくいくはずです。かく、この僕に合わせてくれたの。二人で決めつまるぞ。お前らの負けだ。僕とした、俺は止められない。なかなかやるよ。裏道から逃げ出そうとしてるみたいです。急いで追いかけましょう。逃がさねえぞ。リマズ、ちゃんと騎士やってんだな。言い訳にはいかない。昔はヒョロヒョロだったのによ。今でもラファエル君と比べたらヒョロヒョロですけどね。して恨みを晴らさせてもらうぜ。なぜ父を恨む？過去に何が？
よっ、なんだ連携すると、この僕に合わせてくれたのか。二人で決めつまうぞ。お前らの負けだ。よし、一歩でのこれならうまく。この程度では足りないな。事情は気になるが、とにかく賊を退治し、領主としての責務を果たさね。任せていいか。この僕に合わせてくれたまえ。二人で決めつまうぞ。お前らの負けだ。大変です。早く手を打たないと。あのさ、黙って戦った方がいいぞ、イグナーツ。敵も必死みてえだからよ。満足しきれない。俺の目指すところはもっと上だ。もうさすがの強さですね。僕には到底真似できませんよ。勝機は我らにあり。これならうまくいくはずです。覚悟を決めてやってみ。よし、いっちゃい。腕の筋肉。もういい加減観念したまえ。見ててください。撃たせてもらいます。これでどうです。よし、やせ、ゴジョー。
筋肉。裏切り者のクソ貴族が何度も潰されてたまるかってんだよ。裏切り者、父がお前たちを裏切ったと。そうだ、俺らを利用するだけ利用して口封じに消そうとしやがったんだろうが。二人で決めつまるよ。お前らの負けだ。残らず撃つ。僕の務め、連携するぞ。この僕に合わせてくれた。はい、二人で決めつまるぞ。お前らの負けだ。殺せよ、もうたくさんだ。いや、話を聞かせてほしい。うやむやのまま終わらせたくはない。やりましたね、僕たちの勝利です。帰ったらローレンツ君のおごりで肉祭りだな。みんなは先に戻っていてくれ。僕は捕らえた族に話があるんでね。苦しい。ま、また一つ。僕にも。僕の。おお、ローレンツ君。遅かったな。賊の大将にやられちまったかと思ったぞ。あの者に詳しい話を聞いていたのだ。君たちにも伝えておかねばなるまい。彼らがエルヴィン様を恨んでいた事情ですか。なあ、彼らは噂通り元傭兵団だった。父の代に当家に雇われていたそうだ。当初は村落の族退治や領境の警備などごく普通の仕事を請け負っていたらしい。だがある日、父の使いというものから妙な指示を受けたんだそうだ。妙な指示。リーガン領に向かう商人を脅かして引き返させろというものだったらしい。確かに妙だな。そんなの傭兵がやる仕事じゃないだろう。なあ、彼らも丸腰の商人を相手に剣を振り上げるわけにもいかず、考えた末に野生の魔物を追い立てて商人を襲わせることにしたんだそうだ。なるほど、頭がいいな。感心しないでくださいよ。ある日、いつものように商人の一団が来るのを確認した彼らは魔物に襲わせた。普通の商人ならば逃げて助かるはずだった。しかし一人が剣を抜き魔物と戦い始めた。それが当時のリーガン公ゴドフロア殿だったらしい。だがゴドフロア殿は奮戦むなしく命を落とし、彼を守ろうとした商人たちも犠牲になった。それがラファエル君のご両親。じゃあ全グロスタール博の陰謀のせいで当時のリーガン公やラファエルの両親は。そうなる。ラファエル君、すまない。父に代わり謝罪させてくれ。この通りだ。おいおい、やめてくれよ。ローレンツ君は何も悪くねえだろ。本当は僕の両親がゴドフロアさんに付き添うことになってたんです。なのに都合が合わなくて
ラファエル君のご両親を推薦してしまって。イグナーツまで。やめろって。親のことで子供が気使うもんじゃねえぞ。なあローレンツ、それって本当にお前の父さんの指示だったのか。僕もそこは疑問でした。エルヴィン様は貴族の誇りを大事になさってますから、商人に嫌がらせするような卑劣な真似をするとはとても。俗の話から推察するに、どうやら家人が勝手にやったことのようだ。しかし父が気づいた時にはその家人は姿を消し、真意はわからないままになった。残った悪事を働いた傭兵団を父は罰さざるを得なかったというわけだ。それは傭兵団にしてみりゃ雇い主に裏切られたと思っても仕方ないな。おめえの父ちゃんも知らなかったんだとすりゃ、なおさらローレンツ君は関係ねえだろ。いや、領内の不始末は領主たる父の責任であり、その後を継いだ僕が追うべき問題だ。遺族である君や君の家族には相応の保証もさせてほしい。でなければ僕は。そんなもんいらねえって。家族ならおでが食わせてやるしよ。おでにとっちゃ親のことはもう事故ってことで片付いてた話なんだ。今さらごちゃごちゃ言われちまったらどう片付け直せばいいのかわからねえぞ。しかしだな。しかしもかかしもねえぞ。この話はもう終わりだけど、続討伐の礼はしてもらうからな。いい肉をおごってくれんだろ。いい肉楽しみだな。考えただけでよだれが出てきたぞ。このままでは僕の気が済まない。一体どうしたらいいのだ。何言ってるんだ。俺の分も肉を頼むぞ。もちろんイグナーツの分もな。いや、はい。よし、ならば誰も見たことのないような特上で極上の肉を仕入れてみせよう。名門グロスタール家の誇りにかけてな。はあ、ああ、ローレンツはそれでいい。そうですね。